ようございます。おはようございます。あ、このまま行くんですか。このまま行っちゃいますよ。おはようございます。なべくん、おかえりなさい。あ、久々の大沢さんじゃないですか。アロハアロハアロハしてきた。アロハしてきましたよ。どうでしたか、ハワイ。この説ありがとうございました、空港まで。はい、ハワイどうでしたか。ハワイ、あの、期間は短かったんですけど、久しぶりにアロハ行ってきちゃいました。いい波、いい刺激を吸収してきいっぱいでしたね。もう、のぶくんと入れ違いで、カイトくんが今度はい、本当に入れちゃいました。ですよね。今日、常に誰かいない。今日、確かに大橋くん会えるの楽しみにしたんですけど、今日は久しぶりのしっかりいい波なので、サーフィンを見せたいと思います。そうですね、確かに。サイドもサーフィンチャンネルということです。サーフィンチャンネルですかね。なんで今笑ってるの。最近サーフィンしてなさすぎたし。そうだよ、飽きられて言ってる。あ、そうなんだ。サーフィンしなさすぎて。ナホ君、今日はロングボードで。そう、今日はロングボードでね、これ本当にかっこいいっすよね。長い人もやっぱ乗っていこうと思って、はい。まあ、修二君も好きじゃん。めっちゃ好きっす。で、柴君もさ、はい、やっぱ長いのこれから CI ログとかあるから、ちょっとアビングでも用意して、大橋君とこうちゃんとこ。あ、いいですね。長いのセッションでね。そうそうそう、まだ参加できてない。長い畳行きたい。そうなのよ。長い畳ログのあのさ、パークでナオミとかとやったやつ、あれ良すぎちゃって、なんでこういう時俺いないんだろうなと思って。だからもう用意しましたんで。はいはい、いいっすね。ちょっと今日は練習。うん、今はで、柴田先生は、私は一応2本持ってきました。見てくださいよ。トゥインとやっぱネックツー。はいはいはい。このボタン、あれ、このツインはもしかして。もういいから。もうそういうのいいから。アウイングさんですか。アウイングセッションします。じゃあしましょうよ。まあまあまあ、波なんか全然できそう。楽しくやりましょう。ノブ君が一番沖からもうローズかけまくってくれることを。いや、もうこれやろうかな。これね、いいと思う。やろうよ。でもやっぱさ、いろんな板をこう試してね、はい、サーフィンの楽しさってとこもやっぱ、まあ、間違いない。それはそうだと思う、ね。はい、それはやっぱり大事だと思うんで、いいと思う。しばしくもこれでこれやった方がいいんですか。任せてください。まあ、波的にツインかなって思ってます。確かにちょっと風入ってます。ゴータ君の、あ、リップが、あ、リップセクションあるね。しちゃうかな、しちゃうかな。こう見えるよりも意外と意味入った方がサイズあるんだよな、ここ。確かに確かに。そうなんだよな。あ、いいです。ちょっと楽しみましょうよ。はいはい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。サーフィンチャンネルなんで。お願いします。
かぶるんだ一応。この人はサイドオン激ムズだわ。ちょっと太りすぎなんじゃないですか。太りすぎだった。乗れてない乗れてない。あと少しだったね。マジで一つ言わせて、無事よ。なんかもう記憶がない。波に乗れなすぎて。波に乗れないし乗れてないし、何してた今。言い訳ですね。だって俺ロングっすよあの風で。確かにあのロングだからパスパスって言いながら、でもうまくいかないっていうところがまた面白い。さすが。そうそう、うまくいかないのを承知でこの板を楽しむっていう。難しい。マジで温床でこういうさ、ちょっとなんか難しい波でも綺麗 かっこよくね乗りこなしたいじゃん。まあ、全然もう記憶がない。でも、ね、2回目これやっぱ志じゃないですかね。やっぱり志ですか。しばらしく、修行が足りない。修行足りてねえか。ちょっと台湾ツアーの感じ忘れてますね。いや本当ですね。あのライディングどこ行ったんですかね。久しぶりあのカービング。久しぶりやっぱオーシャンピープルカムバックしてきましたけど、もう少し見せてくれるのかなと。この期間波が悪かった。結果俺じゃねえ。多分波だこれ。あ、そう。クソだなおい、温床は。温床はもう二度と入んねえ。やめ。温床の当たりだけだよ。やめなさい。クソ。一生懸命乗ろうとしすぎなんだよ。逆にね。もうちょっとなんかこうレール合わせるぐらいのタッチで、シューシューってやればいいんじゃないですか。なるほど。そしたらやっぱ違うよ。志がね、気持ちもね、あともうテンションも変わる。そうか、だからクソとか言っちゃダメ。頑張りすぎちゃって。頑張りすぎちゃダメだね。頑張りすぎちゃダメ。もっと力抜いて。そうなるほど。そういうことか。そうサーフィン頑張る頑張る、サーフィン頑張るっていうのは、ね、乗りたい乗りたいじゃなくて。そうなるほど。でもあんないい波来てるの逃してたよね。逃してましたね。違えんだ。じゃあ心出し変えて、次回さ、大橋くん帰ってきた時またね、そうだよね、そうね。でも、不思議じゃない？大橋くんいつも俺来るといないって。確かに。やばいよね。すごいなんか。ちょっともう一回そうですね。じゃあとりあえず、一回上がって、はい、飯行こうよ。そうね。飯行きましょう。コメントでも来てた茅ヶ崎のおすすめのご飯屋さん。俺とノブがよく行っちゃうとこ行っちゃう系。行っちゃう系。それさ。行っちゃう系。チャラいな、なんか。行っちゃう系で。行っちゃう系で行きましょう。行っちゃう系で。それでは。そういうね、ちょっとあれ言うのやりたくないから。YouTuber っぽいのやりたくないから、この人。違うよ。ズームインやりたい。ズームイン。ラビット。ラビット。じゃあ行こう。ということで、はい、波上がってお腹も空いたということで、そうだね、我々、うん、公園に来ましたよ。ラーメン食べようよ。まあ、茅ヶ崎だってもう公園食いたくなりますわ。海上がりは茅ヶ崎といったらさ、やっぱさ、もう中高大サーファーか何からね。間違いない。本当にね、みんながね昔から岩のりラーメン最高なんです、うん、最高なんですわ。ここのラーメンを食べてきてね、みんな育ってますから。違う、確かにこれですよ、岩のりラーメン。見てください、ここはラーメン、岩のり。私は岩のりラーメンです。全員そうだ。ちょっと待って、溶け出した、溶け出した。時計ないですよ。あ、13時24分誤差なし。いただきます。いただきます。茅ヶ崎といったら小屋でやってますね。 BG、はい、BG やばい。ちょっとボディガード、ネットフリックスで BG 始まっちゃって。ひとぶくんボカンとしちゃってるから。本当によくわかんないですけど、何よ。木村拓哉の BG っていうボディガードのドラマがあるんですよ、うん、それでこうやってみんなリングの前にこうやって時計合わせて誤差なしってやるシーンがあるんです。ちょっとそれはね、ちょっと無理だわ。ついてきて、ちゃんとついていけないでしょ。あ、やばい、もう1分13時25分誤差なし。また言ったわ。いいっすか、食べて。まだダメっすか。どうぞ。じゃあ、すすってどうすか。あ
最高。心は温まる。心が温まるの。心が温まる。心も身も温まるもんね。本当ですよ。いや、やっぱね、お昼時もいいですけど、お昼がちょっとずれて、この時間を楽しみ。最高。こうやってね。こうやってね、ゆっくりできる時にちょっとゆっくりしてね。そうなんですよ。お昼もゆっくり食べちゃったりしちゃってね。そうなんですよ。なんてごった。うまい。ありがとうございます。美味しかった。うまかった。またよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、最高です。最高でしたね。美味しいよ。美味しい。いつ来ても最高ですわ。そうですね。ちゃんとあの高野の P こちらも P、はい、要チェック。おお。P あるか。P がどっちか。桜道。ってことでさ、ちょっとさコーヒーとか飲んじゃったりしてさ。行こう。俺のプレゼント当選結果発表しないといけないし。そうです。見て見て、大沢くんのプレゼントも来た。いたかな。え、アミングの板とか出てくるか。ノブくん、ノブくんがいない間に勝手に話が進んでしまって誠に申し訳がございません。おう、なんだっけ。大丈夫、気にせずに。気にしない方がいい。気にしなくていい。オッケーオッケー。ノブはなんか、あ、プレゼント考えていけないんだなと思ってる。あ、なるほどね。はい、どれ、ちょっとじゃあコーヒー行こう。コーヒー行きながらちょっと考えてみます。まったり行こうよ。だってここよく来るじゃん。飲むのがよく来てなんか聞いてきて。俺のはあんま来たことない。弟子早く。俺も別にだって早く早くちょっと聞いてきます。はい、さすがいいね。ぶらり途中下車みたいなね、やっぱ。あ、じゃあ、あの、ね、看板から、ね、ありがとうございます。お、いいね、リアルっぽいわ。お、いいよね、はい、ここはね、ナム君がフラッと来るコーヒーショップ。そうそう、前に、まあ近所なんで自転車でこういう感じで。そう、自転車でこういう感じで来ていいね、フラッとこれ買って。じゃあ美味しかったんでアイスコーヒー飲みましょう。本日のホットコーヒー3つください。お願いします。ちなみに本日のホットコーヒーは、コスタリカのコスタリカコーラルマウンテンか、エルサルバトルのカフェパカス。あ、エルサルバトルか、エルサルバトル HG。 あ、 HG。 あとは、ショコラピーで。あ、ショコラピーベリー。もうブラジルといえばやっぱ大橋さんですからね。ブラジルかエルサルバドルかコスタリカですね。ショコラビーベリー、はい、ショコラビーベリー。あ、じゃあそれ2つでお願いします。はい、考えちゃってるじゃん。いいですね。いや、やっぱね、天気もいいし、ちょっと暖かいし、うん、やっぱ気持ちいいよ。気持ちいい。眠くなってくる。なんか そんな時間にフラットフラットオーシャンピープル。あ、いいね。定番化しちゃうんじゃないこれ、もしかして。どう、いいっすよね。これ大事。ノブとコータで行くプラリピーポープラリピーポータリー。どう、ねね、どうプラピープラピー。なんかさ、プラピーセットになってる。じゃあもう、じゃあプラットピーポーしましょうか。じゃあプラットピーポーいいんじゃない。プラットピーポーいいかもしれない。コーヒー屋さん巡りでさ、わかんねえ。でもほら、プラットフレンズどんどん増えるかもしれない。そんなやつはね、確かにプラットピーポーやってさ、俺ら2人でさバーってやったけどさ、うん、動画全然再生数伸びなかったら、うん、もう2回で終わり。打ち切り。打ち切り。やっぱ伸びねえわ俺らじゃんっつって。だからそうダメだっつって。再生回数とかを、はい、あ、求めちゃう。もう気にしちゃダメ。気にしない。気にそう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 、ダメ。そうですよ、それはそうですよ。そうそう、ほら、でも俺ら2人でやるときは再生回数伸ばさないとボスが、やっぱりボスからしたらもうボス、もうボスか、もう伸びないのやんないでって言われたら俺ら何も言えないよ。再生回数伸びないのにそういうのやめてって言われたら紅茶らしくないな。え、もうそういうとこぶっちぎっちゃうんでしょいつも。そうじゃないんだよ。そうじゃない。そうなの。カイトがこうだってとこをもう反抗するぐらいの気持ちで、はい、俺らはゆっくりコーヒー飲んだり、そうだな、ゆっくりする。そうだね。そうだよね。そう、いい、行き急いでも仕方ない。そうそう、なんかね、でも多分ね、あるあるだと思う。
ありがとうございました。900円です。いやいや、1、2、3、4、5、6、700円。はい、200円足りません。おはようございます。でもね、俺も今日もそうだ、あるあるだと思うよ。俺の同士のおじさんたちもあれ、オンショアでビュービューでなんか波が見えない。すいません、ど真ん中座られたのどっち行けばいいか分からないと思ってると思う。多分ね、海入ったけど記憶がないっていうおじさんたち結構いると思うんだよね。記憶がない、ね、波には、波全然乗れなくて。はいはい、じゃあ行ってみます。波全然、すいません、ごちそうになっちゃった。いやいやいや、別にごちそう しようしたくてしたわけじゃないあ、そうなの。もうなんか全然波乗れなくて。あ、美味しいですよ。もうフラストレーション溜まって記憶がねえって。美味しそうですね。あるよ、あるよ。それはね、俺の方はね、コスタリカね。そうそうそう、どうどうどう、ブラジル。あー、いい。あー、感じる。ちょっと匂いかわして。あ、これ言葉もコスタリカになっちゃうんじゃない、もしかしたら。ソイディハムリの味わうちまえろ、ちまえろ、わしやろ、待てよ。ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんない。よろしやろ、やろ、よろしやろ、ちょっとよくわかんない。それ早口の日本語じゃん。あれ、あれ、ちんちん。すごい、こういうくだらないのめっちゃ好きなの。くだらないってか、もうさ、我々何歳だと思ってるの。中学生の時にやってたことやばいな。よじさんが腹痛い、ね、久しぶりに。めっちゃいい匂い。腹痛いもの。味もめちゃくちゃいい、うん、すごいコスタリカの匂い。コーヒーの、あ、美味しすぎた。だからさ、はい、そいつさ、あ、美味しいね。ああいう、ね、何が起きたの今。でもコーヒー飲むともう何でもいいだろ。温床だの、波が悪いだの、何言ってんだと。一旦コーヒー飲んでさ、落ち着けよって。そうそうそう、そういうことだよね。やっぱ美味しいもの食ったりさ、美味しいもの飲んだら忘れられるよね。確かに。いや、もうなんでやっぱコーヒーをこの時間をここにしたのかっていうのも、もうこの感じで波に乗れたらいいですね。ああ、そういうことね。リラックス、リラックス。そうそうそう、リラックスね。なんかね、頑張りすぎちゃったから。確かに、これぐらいのタッチでボードの上に乗ってもらえたらいいよね。まあ、多分見てる視聴者のおじさんたちめちゃくちゃなるほどねってなってると思うよ。そう、うん、確かに。もうね、俺もそうだけど、ああいう波乗ってると、うん、もううまく乗れないし、波いい波選びできないし、なんか引っかかんないしってなってくると、もう、うん、もう乗りてそこってなっちゃうから。そこでもう頑張っちゃってんじゃん、なんか聞いてんのかな、ちょっとなこの人じゃなくて、ね、リラックスだよね。そう、なんかコーヒー飲んでさ、はぁ、なるじゃん、ね、この感じってなった時の感じが、もう久米大使プロみたいなさ、あの、あ、ね、分かるね、楽してる時間がさ、ふわーっとしてるじゃん。そうそうそう、ああいうことなんですよ。何かこう身を委ねてるようなさ。勉強になります。しばらしくもなんかさっき出てる、さっき出てる、さっき出ちゃってる、出ちゃってる、ビンビンにね、うん、声もでかいし、ガッサーッみたいなさやばいな、声みたいな。悔しいんだよな。ってことでさ、あれしていこうよ。俺のさ、プレゼントを当選発表しようか。していこうよ。はい、発表決める。発表でるるるるるる、ピーン。お、9番。1、2、3、4、5、6、7、8、9番。おお、デレン、ヤス佐藤さんかな。こんばんは、 YouTube いつも見てますって。お、俺と同じぐらい。まずはそう、つうかもう3月に
バリに行くのでタッパ欲しいですとのこと。おー、いいじゃん。茨城在住。最高のタイミングじゃないですか。おめでとうございます。いいね。じゃあDM させてもらいます。 DM させていただきましょう、はい、なんで送り先とか送ってもらって、送り先送ってもらうか、はい、まあ、我らがもし茨城にトリップ行く機会があれば、確かに私に行く、確かに、おうち企画毎回やっちゃう。おうち企画行っちゃうこれ茨城ならね、まあ確かにね、そうだね、波もやれるしね、波もやれるしあるかもしれません、ね、確かに。でも3月にも行くから、2月中にもし行ければ、行ければタイミングさえ合えば、はい、ちょっとそこら辺はまあ一回、まあメールさせてもらいます。あ、そうか、行くか、はい、おもてなし、ね、めちゃくちゃおもてなししますってんだったらまあありかな、行くのいや結構ですけど、可能性ありますから。そうだね、物だけ送ってくれ確かに一回来ないでくださいって言われてね、マジかっつって。なんかさ、こう徳を取ろうっていうかさ、そうじゃないじゃん、もう手渡しで、海で手渡しして、またこの横のつないで謝ればいいの、今の謝ればいい、謝ってごめんね。ね、いやでも良かったね。良かった、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう、俺じゃねえ次回はじゃあ大沢くんちゃんとプレゼント、そうですね、ちゃんと準備しといてくださいよ。わかりました。いたかな、いた来るの、あ、いいの、いた来るのかな。いや、いたとかっていうか、まあなんかよく考えておきます、ね、おい、ありがとうございます。初めてなんで、はい、そうですよね。いや、まさかこうなるとは思わなかったけどでもなんかサーファーの方に、はい、あのできるなら、はい、やりましょう。ありがとうございます、はい、オーシャンピープル。じゃあ、うん、2024年大阪が初登場ですけど、2024年になってからそうですね、そうですね、そうですね、そうだ、初登場です。まあ今年はいっぱい楽しみましょう、はい、そうだね1個ずつ実現してやってくれ。沖縄、キャンピングカートリップ、全部やっていきましょう。やっていこう、やりましょう、オーシャンピープルで。じゃあここにカイトといる感じにして、カイト、じゃあカイト、私もよろしく、よろしく、カイトゥー、カイトゥー、はい、ありがとうございます。ということで、またよろしくお願いします。